はい、どうもゆうたです。っていうのは嘘で、かんくんです。たまに動画見てる方は私のことちょっと知っていただけてるんじゃないかなと思いまして、私久しぶりに TC1000 に来ております。で、今日はあの動画にもありましたが、もともと VAB に乗られていた川本さんの 2.2 リターの VAB ですねがですね、GRB 買われたということで、あのご一緒するタイミングがありましたんで、私も鴨さんもあの TC 戦でさっきと乗らせていただく、あの貴重な体験をさせていただくということで、まあバトル動画ということで、ヒート別にちょっと私と鴨さんで乗りたいなと思ってます。さあどっちが勝つでしょうか、どっちがタイムいいでしょうか。で、気温的には今日は15度ぐらいまで昼間上がってますかね、上がるんですかね。今多分12、3度でも結構日差しがあって、まあまあだいぶ春の陽気かなと、花粉症の人は結構きついんじゃないですかね、この陽気はっていう感じです。あれ動画ですか。動画です。 あ、いいかもしれない、これも行ってくるか。じゃあ気をつけて。今一番時計が39秒3の NDT の方でいらっしゃるんで、まあなんとか41秒切れるように。そうですね、頑張ります。あ、もう行っていいのかな。はい、いいと思います。もうじゃあ、はい、気をつけて。お願いします。親さん、超えてくださいよ。もうほぼほぼノーマル。どうですか、乗り味は。いや、結構あの久しぶりの四駆、はい、めちゃくちゃ楽しいです。あ、よかったです。四駆の方が多分体的には合ってんのかな。僕より今一番速いですからね。さっきより暑いのにガンガン速いです。あの早く踏めるんで、はい、楽しいです。いや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 、いいね、やっぱうまいね。
さあ、一応何ヒート目？2ヒート目。はい、今日はですね、カン君と川本さんバトルをやってまして、目標タイムはですね、僕ちょっと1本目すごく遅かったので、41秒5ぐらいで行ってみようかなと思うんで。いけますね、多分ね。そうですね。いかにアクセル早くいっぱい踏むかですね。いっぱい踏むかで行ってきます。お願いします。はい、頑張ってください。はい、行きます。Sシャープにしてなかったもん。Sシャープにしてなかったんで、ちょっともう一回行ってみます。最後なんで、はい、ちょっと頑張ります。ちょっと4点式シートベルトがないんで、はい、グッと締めて、はいはいはいですね、はい、気合を入れて。目標タイムは、目標タイムは40秒台入れたいんですけどね、はい、まあ、ちょっと人の車なんで、いやいやいや、ほどほどにしとかないと。何かあっても来てもいいですよ。え、こうしてもいいですか。無事に帰ってきて、もう遠慮なく人が帰ってきてくれれば問題ないんで。わかりました、はい、頑張ります。頑張ってください。はい、ありがとうございます。怪我だけはしないように。はい、怪我だけはしないように。はい、はい、いらっしゃーい。はい、行きます。気をつけてね。はい、ありがとうございます。B グループ最後の枠です。そしてカン君 VS 川本さん、どっちが勝つんでしょうかね。これで決まりますね、最後のあれで。そうですね。じゃあ入れて40秒台出さないと勝てませんよ。行ってきます。はい、どうぞ。B グループコースになります。いらっしゃい。
結構面白く楽しませていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。結構、まあ、7HRS も履いてるし、まあ、僕初めてのインプレッサーだったんですけど、まあ、WRX 系のスバルの4区初めてですけど、まあ、非常に乗りやすくて、まあ、皆さんが乗って楽しむ理由がよく分かりましたね。欲しくなりました。2ヒート目4ヒート目で乗らせてもらいましたけど、まあ、あんまタイムはそこまで伸ばすことはできなかったんですけど、まあ、もっと引き詰めて走りたいなと思いました。人の車ですけどいやいや、でもね、さっきとは本当に、ね、いろんな楽しみ方ありますからね。ぜひぜひ安全に無理せず、ね、そうですね、壊さない程度、安全装備もまあこれからどんどんやっぱつけていって、そうですね、安全により速いタイムで走れるように車も仕上げていければなというところです。まあ、この41秒ぐらいだったらまあ全然軽装備でいけますけれども、やっぱり事故とかねあると大変なので、やっぱりこうシート、それからベルト、シートベルト、ヘルメット、ヘルメット、それからハンスとかですね、まあ、これはまあ基本的にはもうつけていただいて安全に配慮して楽しんでいただければ、ね、楽しんでいただければと思います。はい、皆さんどうですか、予想当たりました？まあ、もともと S2000 乗ってますから、やっぱりね、車の運転自体多分上手いと思うんで、私はなんかもう、四輪駆動車で、はい、甘えってよく言われますけどね、甘えってよく言われるんで、それ育ったんでね、はい、VM もパワーだけで走ってましたけど、でもまあ車はね、別に運動関係なく、本当に楽しいんで、ね、これからも続けていきたいし、競技人口も増えればいいですね。そうですね。まあ、あとは僕らにはね、まあ、軽量化がね、はい、軽量化があるんで、はい、ダイエット、ご飯を食うか軽量化をするかっていうところを、はい、もうちょっと体絞ってから軽量化してまいりたいと思います。またコメント書かれちゃいますから、まあ、そうです、まずは痩せろって、全部2人がどうとか言うなって、はい、そんなことは言って自分たちが一番分かってますから、はいはい、どうぞコメントよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。